はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、KD です。オリと暗闇の森、続きからプレイしていきたいと思います。前回はですね、探索だけで終わってしまったんで、今回は先に進んでみましょう。で前ここまではですね、行けたんですけども、その時の能力ではここまでしか行けなくて、今ならこの先に行けるっていうことですね。カラスを使ってもう一回痛い、よし、あとライトバーストも、これで下が開く。下に杭があるな。で左上が開く。はじめに下ですかね。やばい、間に合わない。いやでもこれ別に上から行っても、よし、お、エナジーセル、危ない。よし、で次はじゃあ左上、ここはどうやって開けるんだろう。セーブして、で2溜まったんで、高速フレーム、精霊の炎の点火が速くなる。
西に向かえば霧の森。黒だ。向こうに黒が見える。通るのは無理。怒りを爆発させないように、これより先に行くのはやめよう。なるほど。右だ。壊す方法がないんですよね。違う違う、角度が違う。いやでもこれ針の穴を通すようなコントロールがないと。だからこれ上がりすぎ。あ、これいいんじゃない、このまま。あー、お前カラス、カラスに当たった。あ、ダメだ、無理だな。俺、あ、ちょ、あ、無理だ、これは無理だ。
上の岩を崩せば黒の注意をそらせるかもしれない。はい、今黒飛んできた。声裏返っちゃった。今黒が飛んできたような気がするな。いやー難しい。ほっ、よし、はい、すいません。セーブしてこれを落とせと。その前に右、右は待ってくれ。うわ無理だ。カラスを連れていくとか。いやでも無理だな。ああダメ、トゲしかないここ。うん、まだ無理ですね。明日降りれないんだ。この岩を、羽が、黒の羽、このアイテムを使うにはまずは A、 それから R トリガー、黒の羽でオリは自由に滑空したり、風の流れに乗ることができる。なるほど。途中にアイテムがあるなあ。まあ、セーブして、ここから上に、さすがに、よいしょ無理だ。滑空、よし
これでさっきのトゲトゲの場所行けるかな。いや無理。いや無理だな。だってこれ、え？なんかこのこっから風とかが吹けば行けそうなんだけど、から3か。ライフマーカー、エナジーマーカー、霧の森。あー、マップが見えないんだ。早い。グワングワンしてる。隠れランタン。この不思議な霞は、あの足元から出ている。あれに点火すればもう一度道が見えてくるはず。ん？点火。
無理かな。さっきのやつ。いやー、マップ難しい。滑空して、はーい、誰か入ってくれ、誰か入ってくれ、よし、ね、お前が、よし、あー、もう一回、いや難しい。先が見えない。よいしょ。いった、あわ、キーストーン、なんか道が変わったな。さっき下に道があったんだけど、もう行けないのかな。あ、滑空で行けと。いや、むず、よし、2個目、これで3個溜まったんで、あ、ちょっと待って、あー、さっきの死体気になるな。チャージフレームブラスト、彼らは森の中をさまよった。何にもないかな。かといって。いやいやいや。ないな。いたいたいた。あの松明、これを隠れランタンに灯せば道が見えてくるはず。なんとかして下に行かないといけない。外した。
危ない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 。セーブ。よいしょ。またセーブしよう。タツはよく山に登って、頂上にある悲しみの参道に行っていた、ある時、弟の松明が消えて霧の中に落ちて道に迷ったで、ここで亡くなったんだ。で、長老女になったと。登る、そのままですね。登る、この能力を使うには壁に向かって R トリガー、壁に向かって R トリガー。なるほど。よし、はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。